久保さん、お疲れブリーフです。ちょ、休憩っすね。疲れました。腰が痛い。ちょっと疲労困憊ですね。疲れましたね。ジョージアです。いや、なんか毎日やり取りしてるんで、なんか変な感じですね。特に話したんで、これと言ってないんですけど、秒速でアウトプットですかね。早速、久保さんね、対談のアウトプットしてましたけど、やっぱ思考が実現できない人っていうのは、学んだことはアウトプットしてないだけなんじゃないですかね。思考したことをアウトプットしてないっていう、思考してアウトプットしてないっていう、それじゃないですかね。思考してもね、やらなきゃね、実現できないですからね。ただそれだけですよね。そんないろんな言い方ありますけど、思考してもアウトプットしてないっていう。だから久保さんと僕はもうすぐアウトプットしてますから、ここ道の駅なんですけど、すぐね、写真撮ってもインスタにアップしてますから、僕は。すぐアウトプットですね。結構ここ綺麗ですね。なんか神のなんとかっていうところだったんですけど、神のなんちゃらっていう。神か、みたいな。神様がいるとするならば、自分の中に神様がいるっていうね。神は己に宿るっていうね。神は己に宿るでいいんじゃないですか、タイトル。神は己に宿るっていう。かっこいいんじゃないですか。あ、雲が。雲が、久保さん、雲をアウトプット。れ、雲が、おーい、雲が。ちょっとカイジのあれじゃないですか、班長じゃないですか、班長。こうやって登っていく雲の移動。ちょっと雲ちゃん、ちょっと、そこ、死んじゃうね、この雲ね。どうやって入ったんだろう。雲がいますよ。ということで、億万長者合宿はね、死ぬまで、死んだ後も続くかもしれないですね。いってらっしゃい。